鎌狩大橋鎌ヶり広域農道は、広島県呉市鎌ヶり町の上鎌刈島と呉市、下鎌ヶり町の下鎌ヶり島を結ぶ農道。当時の秋郡鎌ヶり町、下鎌ヶり町の各地区に分散していた小規模な柑橘線化場を、下鎌ヶり町、三の瀬丸屋付近に新設が予定されていた、呉農協の合同線果場に集約するために計画された農道である。ただし、 最終的に選果場は、鎌狩町田土に設置され、かつ鎌狩城の廊下だけの利用となった。便宜場、1期、2期、3期区間に分ける。1期区間と2期区間の間に、広島県道287号上鎌狩島、循環線を挟む。鎌狩トンネルを含む、峠越え区間で、上鎌狩島中央部の田土地区を、ほぼ最短距離で南北に循環する。前線に車線。 時速 40km 規制。かつては、上鎌狩島唯一の時速 40km 規制の道路だった。駐車規制はない。南に向かう場合、トンネルから二0日目へのアプローチは、最大10%もの急な下り勾配であり、しかも大きく、右へカーブしている。トンネル内部を除いて歩道はない。トンネル内の歩道も幅 50cm 程度。自転車は車道を通行することになる。 上鎌狩島東端の大浦地区を走る県道に一部未整備区間がある。鎌狩大橋上鎌狩島と下鎌狩島を結ぶ、秋長諸島連絡家橋の二号橋鎌狩大橋を含む。この橋は開通当時の王道橋として日本最長であったが、現在は沖縄県宮古島市にある栗間大橋が最長。前線に車線、時速4 0トル規制。かつては、 時速3 0トル規制であったが、秋名田諸島連絡架橋3号橋の豊島大橋、開通に合わせて緩和された。橋上は、中停車禁止、その他区間は駐車禁止。歩道は、橋の南側にしかない。3基区間へは、鎌刈大橋に沈めすぐの交差点で分岐。T 字路であるが、直進側が3基区間であり、分岐側が2基区間となっている。前線二車線。 時速 30km 規制。歩道はない。東高線にほぼ沿ったルートが選定されたため、小刻みなカーブが続き、見通しが悪い。にもかかわらず、石畳舗装区間を持つなど、事実上幹線道路としての役割を放棄した、広島県道74号下鎌刈り川尻線のバイパスとして機能しており、瀬戸内三考の大型路線バスも運行している。 かつては、三ノ瀬地区の集落が、資金にもかかわらず、農道としての正確上駐車規制がなかった。2007年にようやく全線駐車禁止となった。秋灘大橋開通前は、駐車場代わりにする住民や、帰省客、観光客がおり、2車線ギリギリの道路をさらに狭めていた。路線バスが通るようになって、以降、状況は若干改善された。豊島大橋が開通し、本土から、 大崎下島、岡村島まで自動車で直接行けるようになったため、本区間がいずれは交通のネックになる恐れが高い。鎌刈り大橋に沈めから、下鎌刈り島中央部の塩浜深海まで、トンネルを掘削して、広島県道74号線と直結する構想も、あるが、着工に向けた具体的な動きはない。ありがとうございます。